ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、スキャナーダークリー。監督は、リチャード・リンクレーター。2006年の作品です。近未来。麻薬捜査官のフレッドは、潜入捜査のため、麻薬常習者たちと共同生活をしています。顔も知らない上司の命令で、彼らを監視するフレッドは、やがて自らも麻薬に侵され、抜き差しならない状況へ陥ってゆく、というお話です。主演はキアヌ・リーブス。共演はロバート・ダウニー・ジュニア、ウィノラ・ライダーほか、ロトスコープと呼ばれる手法で、実写画像からトレスされたアニメーションが、現実か幻覚か、曖昧な世界を映し出します。クラシックな映像表現で作られた、新感覚 SF 作品です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。